皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、手帳の、持ち方というか、分冊するならという、ちょっとそんな話をしますけど、知ってかどうかはわかりませんが、私自身、手帳をバイブルサイズ1冊しか持ってないので、あまりこう分冊するという考え方そのものがないんですけど、ただ、手帳の好きな人に分冊するのはね、好きな人というか、そもそも母感という私にはこうないような考え方をお持ちの方も多々いらっしゃるので、ちょっとそんな人たちが、日頃悩んでいる最大の悩みというのは、その母感が重すぎて、結局、その一部とか、あとほぼほぼこう似たり寄ったりのものを使って、軽くして、それをこう持ち歩いてる。そんな話ではあるんですけど、ちょっと私がもし分冊をするんだとしたらどうしたらいいかというか、分冊するのであればこうしますという、ちょっとそんなこうお話をしたいというのが今日の趣旨なんですけど、前置きが長くなっちゃったんですけど、分冊する人の大半は英語サイズなんで、フランクリンで言うと、クラシックサイズと、一般的に言うと、英語サイズっていう感じで、大きさ的にはこれぐらい。で、それを、分冊するときに、例えばこう、バイブルみたいな、ちょっと、ちっちゃくして。で、厚さがね、今を出してるのは、すごい薄かったりもするんですけど。もともとこの、英語の方がめちゃくちゃ重いんで。こんな話なんですけど。私がもし分冊するんだったら、こういう、こう、薄手のものの英語を持って、分冊をします。ということです。だから、何が言いたいかっていうと、その分厚いその重い手帳の中から、その必要な分だけ抜き取って、で、薄い、こう、同じく英語サイズの手帳に、分冊するといいんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんかね、あんまりそういうことをしてる人がいなくて、要するにその、大きさを変えちゃうことによって、その分冊なんでしょうけど。ただ、中身の入れ替えができない。そんな話になっちゃうんで。だったら、中身を、抜き取るとか切り取るとかって、そういう感覚で、一部の情報をこう持ち歩くという。そんなことをすればいいんじゃないかなというふうには思うんです。だから、例えばこう、1週間分とか1ヶ月分とかっていう、そういう、こう、切り取り方をして、分冊すればいいんじゃなかろうかなというふうに思います。なんか、やってる方は多いのかもしれないんですけども。ただ、なんとなく、そういう活用のされ方を、こう、皆さんがしてるわけではないっていうふうに思われるので、ちょっとね、検討してみてはいかがでしょうか。そんなお話でした。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。